すみません。そしたらエリックの話に入らせていただきます。エリックを紹介させていただきたいんですけども、詳しいことは知りません。アメリカから来られております。年は36歳でございます。あまり年のことをアメリカ圏で聞いちゃいけないみたいなんで、まだ若いです。独身です。ぜひ日本のお嫁さんをもらってほしいなと思っております。西武大学で今教鞭を取っておりまして、この間、一緒に実はお酒っていうのを鍋をつかせていただきました。私が作ったおでん一緒に食べまして、非常に喜んでいただけたんじゃないかなと思っています。またもうそういうことも、またみんなでそういうこともできたらと思っておりますので、それではここからはエリックの方の、お話をしましょう。僕も楽しみです。皆さんもきっと楽しみにされていると思います。情報についてのお話を、聞かせていただきたいと、グローバルな話になると思います。非常にためになると思いますので、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんは。言いますから、このくらいで聞こえますが、使わなくてよろしいですか。はい、はいはい、じゃあ最初には、まだまだ私の日本語はめちゃめちゃ減ったんですけども、絶対いろいろなことを間違えてるから、どうぞ間違えてもらってください。時々、多分私の日本語はおかしくなって、わからないのところがあるかもしれないけど、どうぞいつでも選べて、遠慮しないで何か見てください、ね。よろしくお願いします。私はエリック・チャールズ・ハーキンソンと申します。名字はハーキンソン。ノルウェーの系ですけども、ミドルネームはチャールズ。みんなエリックだけで使ってください。エリックです。アメリカ出身ですね。アリゾナ州ご存知ですか？アリゾナ州。アリゾナはどこかわかりますか？シーンの顔がよく見ますね。アリゾナ、カリフォルニアの隣、メキシコの上、南の方、砂漠、サボテンが上、グランドキャニオンもあります。グランドキャニオンは、一回しか行ってないですけど。アリゾナも育ちますけど、家から車で8時間ぐらいかかります。あと小学校、中学校、高校、大学も全部アリゾナです。アリゾナ市立大学で経済、日本語、コンピュータ情報を勉強して、その後は留学しました。アリゾナ市立大学で留学、関西外学で1年間。その時代は日本が好きになって、帰った後に卒業は日本の仕事です。して宮津に引っ越しました。宮津で6年間ぐらい宮津教育委員会で働きまして、いろいろ中学で教育を学ぶことしました。2年ぐらい前には舞鶴高専で1年間ぐらい営業しまして、なんと去年の4月から西武大学基礎英語、専門英語の3つのぐらいの種類を担当します。あとは最近、西武大学は流通レーション研究所を作りました。それの関係でいろいろ私の前の仕事はマイクロソフトのとかいろいろコンピューターの関係の仕事がありまして、その観光情報、研究所で前の仕事のちょっと合わせて、インターネットの間で情報発信とか観光のためのいろいろなことを研究や活動でやってます。でも実は今私の専門は教育技術ということです。iPad、ウェブサイトとかいろいろな技術を使ってどうやって教育のことを研究してます。じゃあ私について何か質問ありますか？じゃあこのこと言ったことありますか？ It's an acronym。 なんか意味通じますか？なんかありますか？ E 取ったら WOM だけ。 WOM やりましょうか。
So WOM is an acronym, so これちょっと英語になりますけど。Word of mouth. Word of mouth. So, 言葉、口、so, 口コミですね。And then E が入ってる、なんか E メールの同じの E ですね。Electronic. その言葉を考えたら何かイメージありますか？イワンは。口コミはみんなよくわかりますね。なんか友達とか、いろいろなんか。昨日の食べたレストランのいろいろ伝えてるとか、噂みたいなことになりますね。イワンは何かイメージありますか？みんな静か。ごめんなさい。この店ご存じますか？トンキチ。トンキチ、そうですね。そうですね。あの、友達なんか言ってましたが、これ美味しいでしょ、みんな並んでる。その行って、そこ本当に並んでました。毎日ではないけど、平日の昼はいつも10人ぐらいが集まって、そのだけ見たらみんな美味しいとイメージがありますね。みんな並んでるみたいですね。10人ぐらいです。私食べたらすごい。こってり？こってり。チャーシュー？大盛り？注文しまった？おいしいですけど、食べたらなんか昼寝が必要でしたそうですね。あの、これはなんか伝統的なあの口コミですけども、E が入ってるこの漢字になります。この食べログ使ったことありますか？本当にありがとう。あの、例えばトンキチという場所はここに書いてありますけど、何の星がついてます。あと70人ぐらいあのなんか意見とかそのことが入ってまして、あの満点5星の平均は 3.5 星。その同じ感じで、あのこれ大人気でしょ、インターネットでその感じ見て、ああ、それは人気でしょ、そのぐらい多くの人が言うようなことは言いました。それ簡単かそれで今日はちょっと eWorm というあのインターネット口コミのベーシック基本的 なんかモデルを紹介して、その後はいろいろのソーシャルメディアの種類とかどうやって eWorm どうやってつなぐのことをちょっと話して、その後は私の最近あの単語エリアの口コミの活動を紹介したいと思います。それがいいもの。あ、前はこれはあの最近の研究はいいもの、ヨーグルトのためですけども、でもこの情報は大体何でもつなげると思います。そしていいもの前にちょっと話しますですね。Electronic Word of Mouth。それは今からの技術はどんどんどん強くなりますね。あの、例えば昔はその技術ですね、ありましたけど、紙とペンとか電話とか郵便とか無断もありまして、でもそのことはなんかちょっとパッとしますけど、それ見にくいですけど、新聞、ラジオ、イメール、テレビ、その紙から新聞、電話からラジオ、郵便からイメール、無断からテレビ、その技術はちょっと上手になったら、いつも人間はその前の使い方をそのぐらいあの進んであの使いたいということになります。そうですね、新聞、ラジオですね。
例えば電話は一人一人、最初は一人一人になって、でもラジオは一人からたくさんになっていました。それにメールは同じことですね、テレビは同じこと。でも今はインターネットは全部そのことができます。新聞が読める、聞こえる、メールが交換できる、テレビが見る、それは全部がなんか合併みたいな話ですね。それでも今はそれ全部がポケットが入ってます。スマホで。それ考えたらいつも私はすごい。Web、みんなわかりますね。インターネットで見ますけど。2.0 聞いたことありますか ?Web 2.0。ありがとうございます。前の Web はなんか、新聞同じぐらいですね。誰かが書いてみんなに発達して情報発信します。2.0 は交換のことになります。発信情報発信してみんなそのぐらいに変化してそのことはコラボレーションみたいなことになります。その考えとて、観光のためにWeb 2.0 のことです。インターネット口コミと考えたら大体3つの部分があります。誰が情報が発信したいから、誰が情報が必要とか、だから読みたいとか聞きたいとか、その間はインターネットのいろいろのメディアとか、ウェブサイトとか、スマートフォンアプリケーションとか、そのことを考えて、例えば日本の場合には、政治の関係、会社とか NPO のこと、情報を発信したい。逆サイドは、韓国のため、韓国の例ですけど、日本に来る観光客、日本に来る前に、今は日本による人気だった。その場合の、アンケート調査がありましたけど、これ国際観光客について3つの国にちょっと調査しまして、何のことを使いますけど日本に来る前には何の情報、どうやって日本の計画を作る、何の情報を使いたいかということなんですけど、一番多いは日本に住んでいる友達、その後はウェブサイト、3つ番目自分の国が住んでいる友達。それ全部は今の関係ですね。友達。そのウェブサイトは後で説明しますけど、それのウェブサイトは例えば Facebook とか Twitter のこと、それはまだ友達から情報ですね。それ一番特に観光のためですけど、なんか観光の契約とかプランニングをするためは友達からとか友達の友達から一番大事なことになります。中国は大体ちょっと違うんですけど、ゴールのことを呼んでプランニングします。観光はアメリカちょっと似てるんですけど、ウェブサイトとかアジアの国のゴールヨーロッパ、アメリカより良くします。今、日本におるの外国から観光客、どうやって情報が見つけるのかとは、まだアメリカ人は必死とか、日本に住んでいる友達。一番はすごい。パセンチもちょっと下がりましたけど、観光情報センターみたいなことです。これ中国と韓国と同じですね。インターネットの方が一番使っているものです。
なんでいいものを発信したいとか、毎回シェアしたいとか、Facebook 使ってると言いますか、みんなですね。考えたことありますか、なんでいいね、クリックしたか、なんでもう一回シェアすることそういうこと、いろいろな理由がありますけど、モチベーションはいろいろな理由があります。それは、1998年 の、 伝統的な口コミの論文があります。This is McKenis and Jarosky、ロシア人ですね。その論文は、なんで口コミをもう一回友達とかインターネットをアップすることの理由は研究しました。チャンスがありますですけど、インターネットの場合には、つなげるとか、例えば日本の場合には観光局は Wi-Fi があるんです。その Wi-Fi がない場合には、もう一回機械が進んでいます。あとはコンピューターの能力も関係あります。でも一番大事は、なんでシェアしたいのかです。モチベーション。イモームのことはどこからどこまでのいろいろなことも分けてます。会社から会社まで C2C、 客さんから客まで C2C、 会社から客さんまで B2C、 逆には C2B、 客さんから会社まで、会社から会社まで。でそれこそ分けて、いろいろのソーシャルメディアの使い方をちょっと変更します。そしたら大体、基本的なことですけど、今まで何か見つけました。シーン、分かりました。はい。起きてますか？大丈夫？はい。今から、ソーシャルメディアの e-warm の中はいろいろな種類があるんですね。それ、私が作ったのチーズみたいなことですね。それは e-warm、それインターネットのことですね。いろいろな、ソーシャルメディアの種類ですね。いろいろな使い方とか、タイプですね。いろいろあります。それについて、1、2、3、4、5、6、7、7歳ですね。最初はソーシャルネットワーキング、ソーシャルネットワーキングですね。ソーシャルネットワーキングなんかサイトを考えますか？ソーシャルネットワーキング、フェイスブックですね。ありがとう。フェイスブックからします。これソーシャルネットワーキング一番使っているの。3つの国ですね。日本、アメリカ、中国、韓国ですね。でこの3つのマーク、ご存じますか？ミクシー。ミクシーありますね。ミクシー、そうですね。でこれは番号がつけてますね。例えばミクシーは14,720。それは Google のページリンクのことです。それはアメリカの Google のページリンク。それでなんかみんな Google に Mixi で検索したのランキングです。これは今のことは、それは Cyworld というソーシャルネットワーキング。それは韓国のソーシャルメディアサイトは。これが以前のことはアメリカでもちょっと人気になりましたけど、それは年々、それは中国の一番人気のソーシャルメディアサイト。最近、QQ 中国で人気になりましたけど、でもやっぱり一番人気は Facebook。2番スタカスのサイト。一番は考えます。Twitter?Google。Google を一番使っているサイト。2番は Facebook。そうですね、Google で検索で Google はなんかちょっとおかしいですけど、本当です。Google はいろいろ部分があります。例えば Google カレンダーとか Google メールとか、そのこと。
それ韓国ですね。韓国まだ一番人気は Facebook ですね。それ前は最後26ですね。全然歴史は悲しいですけど、どんどんユーザーが減ります。最近これは韓国ですね。次はこれは Facebook 組で何の人数のことが書いてあるんですね。US はの日本の人口ぐらいが登録されています。それは何ヶ月前ぐらいは100万人、1000万人。でもそれは6ヶ月前のことです。でも多分今はそれは2、3倍ぐらいだと思います。すごい最近は Facebook の登録一番、日本とブラジルは一番早くユーザーは増えている。そうですね、日本は1年間バック 60%、 中国はダウン 3%、 その理由はブロックされてます。そのサイトが中国で Facebook はなんかハッキングしないと Facebook 時々見えない中国で。アメリカは同じ。これ、Facebook 使ってるの年齢ですね。それ見て、それ一番大体若いんですね。18歳から54歳なんで、一番多いは18歳から24歳、24%。でも日本は比べたら、ちょっとだけ違います。25から30。これ一番高いですね。それは前の話ですけど、ミクシー、それは Google のトレンズのこと、そのことを検索したこと、これは一番左は1月、2009年の1月、一番右は2012年の4月まで。やっぱり去年の10月ぐらいは同じになって、でも大体みんなはソーシャルネットというのは一つしかあまり使わない、使いたくないということですけども、どんどんどんみんな友達が Facebook に集まって、その方向に変化しています。でも不思議ですけど、Facebook はこの一番意義なことを日本に出ました。2009年。もうずっと使わなかった。日本のやつですけど。理由は、いろいろありますけど、でも、2つ、3つぐらいの論文が書いてあるし、テクノロジーの使い方は、失礼かな。でも、日本、アメリカ人より日本人は、曖昧なことはあまり好きじゃない。それで、Facebook は安全とか見なく、例えば、ミクシーで、顔が見せるのプロフィールが少ない。Facebook は見なくします。ミクシーで、なんか、あだ名とか、そのことを使いますね。Facebook で本当の名前を使えるかもしれない。それは安全かな？そのことを心配する理由が。分かりました。それはソーシャルメディアですね。3つの国で。次は写真交換、ビデオ交換。それなんかサイトご存じますか？写真とか YouTube 交換。YouTube、そうですね。YouTube。他ご存じませんか？ピカサ、そうですね。ピカサは写真の交換。そうですね。ビデオということは大体3つありますけど、最近 Google のことはすごく人気になりそうですけど、
アメリカ、その Google ランキングでアメリカ3、日本の韓国6。ユーストリームは日本、アメリカより人気ですね、126。あとはデイリーモーションは日本の人気ですけど、それはフランスが作ったのサイトです。YouTube はまだ中国で取り上げない。その内容もわからない。Google もなんか中国の中いろいろなんか問題もあります。バイドゥとかいろいろ話しかけってことあるんですけど。これはポートですね。数は入ってないですけど。Flickr は Yahoo のことですね。Pinterest は3、4ヶ月前ぐらい出ましたね。その元。インディオラフォトブック。この日本とアメリカは一番タップ、どっちも人気の場合は、Flickr の場合。Flickr がチャートありますですね。4ページ。4ページはいろいろのソーシャルメディアの種類が書いてあります。そのイメージフォトシェアは、だから日本とアメリカの Google ランキングのことが書いてあるんですね。そのアメリカでフリッカーは30億、でも日本で95億ですね。それは E1 の一番必要ポイントです。国際の E1 は発信スタイルの場合には、どっちも人気にならないと発信できないんですね。そう、例えば一番、日本で一番人気なフォトサイトは忘れたんですけど、例えばこの場合には、フレッカーですね。でも、アメリカの場合には、インビューラー。でも、日本、アメリカから日本に写真とか、いろいろな E1 を発信したいの場合には、インビューラーを使った方がダメですね。どっちも人気ないと、つなげない。フリッカー使ったことありますか？あとでちょっとだけ話します。これですね。ジオタイミングということは、フリッカーはいろいろ最近は写真、何でも Facebook も使えますけども、写真アップの時には GPS 情報をつなげる。Flickr はもうすぐ Facebook と同じことを作りますけども、これは単語エリアですね、地図。これは Flickr アップされた写真けど、GPS の情報はつなげています。それでなんか地図みたいなのを作れます。例えばこの辺ぐらいはこのぐらいに位置があります。それも E1 の種類ですね。そのエリアは何の種類で調べたいなときはこの地図が。GPS ゲームをやったことありますか？ GPS ゲームみたいなこと。これ、みんなのところマークをしてますね。Google マップですね。これは前の小さいの Q
研究みたいなことをしました。あのなどうやってチーズとかあのイワンはどうやってつなぐとかなんで必要なことをちょっとあの研究しました。これは福知山のチーズですね。これ駅今この辺ですね、常務市市役所。このエリアはカフェで4つの言語に入れてました。何のぐらいのヒットはそのどのぐらいカフェがありますかのあのアンサーですね。例えばカフェ英語で行ってあの入力して500ぐらいのヒットが出ました。それはカフェにカタカナで入れたら3倍ぐらいになりました。韓国は中国はちょっと減りました。でもこの場所はいろいろ言いますですけど、なんで英語で出ましたとか中国語でもそのホームページとかそのサイトはその言語の情報がないです。それいろいろ理由があります。一番大切は英語です。あの会社で書いたことないですけど、他の客さんのことです。例えばここからの観光客がなんかどこかブログを書いて、でその Google か Bing、それマイクロソフトのこと、そのことはそのブログはスキャニングします。でそのことはなんかそのこと意見がありまして取ってそのロギングしますね。そのことは見つけてジオタイギングとかロケーションを分かってそのことに出会いました。それ分かりますか？ルパン難しい。ルパンご存知ですか？ルパンは何でも国ではない。たくさんの国があります。それGPS で携帯がどこかわかりますね。今は福知山。今福知山は何かクーポン使えますかのことを教えてくれます。この問題は国際観光のことですけども、全部の国の情報はその言語だけが見えます。例えば日本に聞いたら、なんかこのエリアはなんかクーポン使えますか？例えば今なんかレストランが違います。トン大吉じゃないですか？大吉も違うか大吉。そのことでグルーパンアプリログインして大吉の近くを聞いたら分かってます。あでも大吉はなんかクーポンがアップしましたけど、あ一番近くに使っているクーポンは大吉。それ見たらなんか最初の人は半分ぐらい。でもそれは日本の場合には .jp が日本だけです。.com は英語だけです。それはアメリカだけのことになります。国際観光の発信のためには、そのことは使い方が難しい。そう例えば、韓国人、中国人、アメリカ人、全部クーパン伝えたいの場合には、4つの言語、4つのクーパン作れなかった。これはフォースクエア。フォースクエアは面白いと思います。使ったことありますか？これはフォースクエアのことです。これは GPS ゲームみたいなことです。そのゲームには、その携帯はどこかわかりますね。アプリがあったら、チェックインのことができます。ここにおるよ、みんなの友達が調べます。Facebook アプリもできますし、Twitter もつなぐこともできます。ここにおりましょう、ワンバトンでクリックして。そこでチェックインしたことは、ゲームみたいなことがあります。例えば、同じの場所は、一番多いチェックインされた人は、市長になります。市長になります。例えば、スターバックスのことをよく使います。スターバックスの店はチェックイン、一番多くチェックインした人は市長になります。
そのスターバックス、その店だけで、その店の師匠は、全部のコーヒーは、なんか、半分ぐらいの、まだ何だか分かんないけど、コーヒーは安くなります。あと、これ一つの原因がありますけど、たくさんの場所がチェックインしたら、なんか、もらえます。あ、例えば、KTR のことをなんか前に相談しましたけど、どうやってあの GPS ゲーミングしましたけど、4つ、5つぐらいの駅あの選んで、このお客さんは全部の駅にチェックインしたら、次の日はあの乗り放題のことになります。いろいろなんかプロモーションみたいなことです。GPS ゲーミング。Review sites. その前にはあの前のフリカみたいな同じあの話ですけども、前には日本一の食べろありましたですね。日本で一番人気な食べ物の意見とかとても口コミサイトですけど、アメリカで一番人気は Yelp ということです、それはグルーパーの同じものですね。あのいろいろ言語だから壁みたいなことになります。食べログの英語の情報を見つかりたいの場合にはあまりないけど、その言語が口コミがあれば Google だからそのことをあのサーチングします。その他の言語の中マップでまだ出ます。そう、例えば英語で、Yelp で、あのアメリカでなんか意見が言いました、英語で。トンキチ行きましたって、美味しかった。そのことはGoogle でその情報を見つけて、多分なんか写真とか GPS のことをつなげて分かりました、分かりになりました。そのことで、チーズでなんかカフェとかラーメン入れて、その情報を持ってます。日本でも。それは Google は前のザゲットを買いました。それから同じことですね。いろいろのレストランとか店の意見がありまして、Google は買って、そのことを Google のデータベースに入れて、その同じぐらいの地図とかマップのことが出ました。何でも変化。Travel websites. 皆さん旅行の計画を作るときにはインターネット使いますか？何のサイト使いますか？何か使いますか？ジャラン。ジャラン、そうですね。ジャランは一番人気です。日本で。私も時々ジャマを使います。それはたくさんの口コミがありますね。口コミはジャマ必要です。みんな僕の前の客さんの口コミがある。読めないと多分いけない、いかない。それはアメリカの一番使っているのサイトですね。あとはモバイルアプリというのがありますけども、だいたいそれ全部ジャマみたいはアメリカとかヨーロッパでも英語だけで、フリーで使ってますけど、トツはどっちも使えます。日本と英語も人気で、ことですけど。ありますか？チャランでもないですけど。それは TripAdvisor というサイトです。それ、国際的には、ホテルとか、いろいろ情報を国際的にそれ一番良いと思います。モバイルのアプリケーションはどんどん必要になります。現在の若い人は PC のスキルはあまりないです。私大学生はなんか
最近2回生のコンピューターゼミがありまして、コンピューターの使い方はあまり分からなかった。ちょっとびっくりしました。でなぜならば、なんかいつもポケットでなんかコンピューターのあのスマートフォンが持ってるんですけど、ジューンズで何でもできるんですけど、PC はあまりいません。それは未来にはそのモバイルアプリケーションがどんどん強くなります。それはもう一回あのチャートがありますけど、何ていうの？5ページ。まあ、韓国とかアメリカと日本は一番ダウンロードのランキングですね。これはあの iTunes か。iTunes は iOS の店でですね。上の方はパラのアプリケーション、下の方は海外です。これ韓国の関係で。のアプリケーションいろいろあるんですけど、前のトリップアドバイザーとか、ナチュラルパークス、それはアメリカのアプリケーションですけど、Google Road 一番人気ですね。便利。Yelp、前にちょっと話しますけど、Hotels.com、いろいろありますけど。面白いことは、一番下は、金が払ってアプリケーションは、日本の中には観光のやつは、国際環境、観光のためのアプリケーションですね。京都バスガイドは英語でどうやってバスを使うのかとか、大阪であのチーズのこと、ガイドブックみたいなことが一番多いです。その国際のことを一番、あの国内、日本語よりは人気だなとか、ちょっと面白いと思います。これは、いわゆる海のランキングですね。その例えば前のトリップアドバイザーはアメリカと日本の一番人気ですね。そうすると韓国も人気です。ロンリートライアルはガイドブックみたいなことが一番人気なことです。韓国も人気ですけど、日本に作ってる。それ7つのソーシャルメディアの部分でした。ソーシャルネットワーキング、写真交換、ブログ、GPS、レビュー、トラブル、アプリケーション。これなんか質問ありませんか？いや、おとなしいですね。よし、わかりました。じゃあ、それで、最近私 の, あのインターネットマーケティングのことを紹介したいと思います。これは Forever Kyoto というプロジェクトです。また3つの目標がありますけど、あの大体京都市内は、あの私が検索しました、よくあのインターネットで。例えば、天橋だったりとか、保津川とかいろいろありますけど、英語の情報は京都市内は多いです。けど、単語、中国単、南単はあまりないです。そのプロジェクトは、その京都市内ですけど、京都府のちょっと田舎公園のエリアは、英語の情報をアップします。あのソーシャルメディアですけど。時間大丈夫ですか？大丈夫です。サイトはこの感じです。今は英語と日本語だけでありますけど、私たくさんのウェブサイトを作ったことがありますけど、最近は一番上手なことは何でもあのスマートフォンとか iPad を見るのためにあのデザインが必要です。そのことはデザインはなんか小さくて大きい。あとは、ソーシャルメディアが必要なことは、あの
ワンタッチロギングがあります。これ、Facebook、ロギングは Facebook があります。日本のサイトも時々も見えるかなと言ったことありますか。それ研究のためはすごくいいと思います。そのサイトの中のワンタッチロギングは、私のサイトは API を使って Facebook をつなげて、そのいろいろ情報を取って登録できます。そのワンタッチロギングで、そのサイトは写真、メール、誕生日ぐらいの情報を取っています。それはどうやって Facebook をページもつなげます。例えば、Facebook のページをつなげました。Facebook もそのログインで Facebook でつなげて、そのこと他のソーシャルメディアをつなげます。その3つがありますね。YouTube、Pinterest、Twitter、いろいろありますけれども、たくさんのことを集まって使うことが一番重要です。京都のワンタッチロギングして全部のことは発信します。ワンポイントです。であとは全部が通ってもう一回そのホームページをアップします。それ全部同じぐらいになります。ちょっとなんかどっちがアップしたか何の情報かがちょっと曖昧になります。YouTube のことをつなげて最近ビデオを作りました。よかったら4分半ぐらいのビデオいいですか。これ YouTube アップしますけど、ね、with its breathtaking nature, its technological and modern, and at the same time, traditional and sacred. This is Kyoto, or the Kyoto you may not know. The Kyoto you may not know. あまり知らないかもしれないの Kyoto.Japan has 47 prefectures divided into 8 regions. Kyoto is in the Kansai region and neighbors Hyogo, Nara, and Osaka. Kyoto is both a city and a prefecture. Like New York is both a city and a state. The city is located here. You can think of it kind of like New York, New York. Outside of the city,The prefecture has 4 other areas, Tango, Chutan, Nantan, and Yamashiro. The northernmost area of Kyoto is the Tango Peninsula. Bordering the sea of Japan is very troubled. Awano Hashidate is a unique sandbar turned nature park.Moving up the coast, there is a traditional fishing village in Hine. The houses are called Funaya and are built right into the bay. South of Tango is Chutan. Chutan houses two of Kyoto's larger cities, Fujiyama and Maizu.Fujiyama Castle is one of Kyoto's many historical sites. Across Chutan to the coast is the industrial port of Maizu. It is a port of call for international cruise lines
and naval vessels. South of Chintan and adjacent to Kyoto City is the area of Nantan. Nantan has great combinations of nature, culture, and history. This is the traditional thatched roof village of Miyamacho. Traveling closer to Kyoto City is Hozu River, where you can take a traditional Japanese riverboat ride. The area south of Kyoto City is known as Yamashiro. Yamashiro is where you can actually grow and manage your own mini green tea plantation at the Wakuza-cha Tea Plantations. Just north from there, on the banks of Uji River, you can watch the amazing dancing ducks. These are just some of the places in Kyoto you may not know. To find out more, please visit us on the web, wherekyoto.com. でもその YouTube ビデオをウェブサイトで使いますね。その YouTube をアップしたら多分 YouTube 見たら他の京都についてビデオを見たらそのビデオがあのああの見える最後またその同じのようなブラウンのビデオを見せる。でそのことをこのキックリックしたらその私のホームページの情報が出ます。それぐらいの全部同じぐらいの使い方は Facebook、つなげて情報発信を行います。これはどこですか？スマートフォンとか iPad とか何でもあのモバイルデバイスつなげてなんかいろいろのキャッシュことはあの説明できる。これは私のアイコンですね。このQR コード写真撮ります。このアプリケーションを作りました。これインタラクティブのパノラマです。これは何ですか？これは何ですか？ちょっと見ます。360ですね。これはなんかフィンガーもズームインもできますね。例えばそこは何ですか？
ことはちょっとクリックしまして、今度は見てみると、ありますか。そう、なんか、ホームページとか YouTube もつなげていくほうがいいです。あと、私の、Facebook、あの、なんでも、例えば、フィアルフォーエバー京都のサイトのリンクがあれば、ワンタッチログインがあったら、あの、メールとかその情報がゲットできます。その未来の、とか、まあ、アンケート調査とかいうことができます。YouTube のビデオはどう最近はなんかバイロっていう言葉聞いたことありますか？バイロビデオス。そのバイロは形容詞のあのそのずっとあのことがないです日本語ですけど、ウイルスのバイロ。そうバイロスはウイルスですね。そう形容詞になってウイルス的なになりますかな。そのビデオ、その意味は誰か Facebook とか YouTube 見たビデオをみんな紹介したいとなります。その人はみんな紹介したいから早くどんどんどんみんなに見えるのことになります。それはどうやってそのことができる、何のビデオがそのことをみんなシェアしたいのことはまだまだ不思議ですけど、最近はRed Bull という会社、Red Bull わかりますか？これはエネルギーのドリンクの会社です。Red Bull。最近そのビデオを作りました。それ1分だけですけども。多分ニュース見ましたかな？2週間前。例えば、Red Bull そのビデオをよく作ります。例えば、
クリフジャンピングとかいうようなことになります。あのそれあの会社のイメージですね。あのエネルギーがなんかそれなんだろう、そのことができるのかな、なんかイメージがあるかな。それですごい一週間で2000のができたこと、それはでもそのジャンプの研究とか金どのぐらい金かかるのかわからないですけど、すごい。例えば1週間ぐらいこのビデオアップしますけど100ぐらい100ぐらいです。チームワークのためなんかことを発表したいですね。あの今 Google ツール使いますか？あのそれあのチームワークあのインターネット口コミだけでも だけでもないけどなんかコラボレーションのためにその Google のことはすごく良いと思います。あの全部つなげること、YouTube、Voice、最近 Hangouts すごいです。私はあの研究のことをよく使います。あのスカイプみたいなことをあの会議できて、でも自動的には YouTube ビデオになります。その後は。はい、あと Google サイトはなんか、ただね、1分であのホームページができます。Google ドキュメントは Word とかいうようなことは、カナダもできます。私の前には2分ぐらいかな、このサイトを作りまして、このなんか Google Docs とかいうようなことを言いました。3分で、あ、見てないです。その前の Google カナダ、誰かが見てないです。Google カナダ、みんなカナダが全部つなげて自動的な、なんかコラボレーションがなってますね。みんな使ったことありますか、Google のこと。ああそうですね。あの前はなんかどうやってあのお客さんが集まるの、あのソーシャルメディア使い方ですけど、情報発信だけではない、逆にあの同じぐらいのテーマのコミュニティを見つけて入ってあの情報交換のことが一番あのいいと思います。例えばあのアヤベとかそのことはネイチャーのことは参加してほしい の, あの観光客がなんかプロモーション活動を してみたいなことは、この今朝あのこのグループを見つかって English and Nature in Kyoto というグループを見つかって、その僕の会社は同じの考え方がありますけど、いろいろあのここがあるよ同じぐらいテーマのことがありますね。あの Facebook のことみんないいねがたくさんが欲しいとか、でもお互いのいいねが一番上手ですけども、あのこのグループのことをいいねになったら多分お互いのいいねが行くわけですね。それぐらいかな。質問がありません。質問ありました。すみません長かったですけど、でも誰も寝てないですもん。いいかな。Wi-Fi は割と多いどうでもつながるんですね。ああ、Wi-Fi のことですね。今日すごいあの私のアメリカ人の友達その文化が多いです。日本に聞いて、日本に見る来る前には日本のイメージはすごい技術上手とか言うと思いますけど、もただの Wi-Fi はあんまりないですね。アメリカでも2ヶ月ぐらい前には東京でなんかいろいろなコンビニの会社をやってみました。どっちかな、ファミリーマートかな、ファミリーマートとローソンかな。でも問題がありまして、あの法律的にはそのWi-Fi ただですけど、でもプロモーションのためには例えばローソンの Wi-Fi 使って、あの他のコンビニのサイトはブロックしました。
その法律的にはなんかダメになっているのをもう一回の考えようと思いました。そうですね、それはどこでも問題ですけど、ただの Wi-Fi を上げたら多分アメリカ人でもつなげて全然関係ないの YouTube ビデオを見るの可能性が高いと思います。でも Wi-Fi でつなげないとそのぐらいのイオンとか殺して今、山の橋立に登るののコメントも、しにくいですね。それ他に何か質問ありますか？すみません。それに関連して、今、京都市内で Wi-Fi の設備が今、やってきてますよね。あ、はい、京都市内の Wi-Fi の状況ですか？はい、なんか今、それをやろうとやってます。そうですね。1年間ぐらい前は、研究は、京都並駅内の人にちょっと面接がありまして、そのよくご存じました、ね。その Wi-Fi があまり今まで今までできてないから、そのことを今から、そこからの活動を頑張ってほしいということを言われましたけど、でも、現在の状況は、ちょっと知りません。はい、質問はありますか？そしたら僕の方から、観光のサイト、北部の内山市観光協会、宮城市観光協会、たくさんの観光サイトがあるんですけれども、なぜあの観光サイトはいいものなのか悪いものなのか、これからどうしたらもっとお客さんが来てくれるのか、今説明は聞いたんだけども、どうやってサイトが見てくれるんですか？サイトが見てくれて本当に訪問してくれるのかですか、うん、そのためにエリックだったらどうしてそれのためにはそのビデオを作りました。それなんかビデオこれは行ってみたいのビデオを作りましたけど、そうですね。でも最初にはあと今は例えばホテルより口コミがないの場合はあまり行きたくないのことになりました。その時代になりました。で今までなんかアメリカ英語を話すようなこと来なかったら口コミ書いてくれないの場合には難しい。でも最初にはなんかどうしましょうかな。例えばなんか活動をやってみたら。いいと思います。例えば最近留学生招待してなんかいろいろただの、まあ、ただでもないけどなんか経験と一緒にやってブログして書いてくれたらなんか割引があるようなことの作戦がいいかなとかそれこれいいですか？本田さん、市のフェイスブックサイトもどうしたらいいんだろうとか、どっちも市のサイトもフェイスブックを使えとか、朝倉さんはまだフェイスブックされてないんですよね。そうですね。会社というか自分の NPO の方は、やっぱあやべの NPO 里山エンタイルですから、それで。私は自分ではやってないんです。NPO の方は一応、細々とやってます。で、Twitter とか Facebook は自分にとっては、すごく自分のリソースをこう分散させてしまう。つまり、分散というのは、ずっとそれに、携帯と一緒でずっとそれに関わっていなきゃいけなくて、ずっと時間がなくなってしまう。時間をどんどん使ってしまう。ような気がしていて、それよりは私自分的にはもっとまとまった文章を書いてレポートとかまとまった文章を書いてそれをアップするとか その方がレポートですか？レポートが、まあ、PR もそうですとは言わないけど短いつぶやきとかよりはとかアニメとかよりは、うん、それでずっと朝からママに時間が増えるような気がしているので個人的にはしてない。もう少しまとまった仕事をしてい
今まではですね、でももしかしたらそれはクワズリアンであって、多分みんなやってるんだから、やることですごい、リフェクト効果があると思うんですけど、自分ではないです。みんなどう思いますそうですね、よく気になりますけど、看護エリアの観光サイトとか Facebook のことは、いいねの数は大体同じぐらいだと思います。なぜなれば、なんか他の観光の関係の人はお互いにいいねするかなと考えること多いと思いますけど、チャレンジは、この情報を誰か観光客はシェアしてくれることは、なんかインクルージュのことは、見るような作戦は考えなくてもいいと、それについて。それで、答えました。そうですね。朝倉さんが今言ったことと、今日多分、エリックが喋ったことで、エリックのやつだと、ログイン、Facebook のログインで全てをつながろうというような話がありましたね。ああいうのを使うと、朝倉さんが言ったようなことを解決できるのか、一つの、例えばブログと Facebook を連動させる、Twitter を連動させる、そういうことってできるのか。なるべく労力を使わずにいろんなところに情報を発信したい。そうですね、いろいろがありますけど、ワンクリックロギングの、またはフェイスブックのことですけど、例えば、サイトのコメントのセクションがありますけど、そのロギングしたら、その、フェイスブックの情報を使って、もう一回そのページ、フェイスブックの送る自動的にはできますけども、ツイッターは同じこともありますけど、ワンクリックツイッターのこともありますけど、でも、全部、は今はできないですね。なんか自動的には Facebook がアップしてけど、でもまだそのお客さんは Facebook から Twitter とかいろいろシェアしてる。それはで、ワンクリックだと、みんなの情報も取ることができる。ああ、全部取れないけど、なんかこれ情報が取ってよろしいですかのメッセージがないの場合には、メールと写真だけが撮れます。そのなんかメッセージがあれば、例えば、Forever 京都は Facebook の情報が欲しいのメッセージがあります。大丈夫ですか？その大丈夫をクリックしたら、すごいたくさんの情報が撮れる。例えば、今、最近は何のサイトが見えたとか、何のことがいいなのクリックしたことが、その情報が撮れるんです。うん、なかなか難しい技術的なことになりますけど、この度何か聞いてみたいですね。いいですか。はい、さっきのワンバランスナーさんの高いなアクセスがすごい多いですね。それは多分テーマがユニバーサルだから、そうですね。でさっきのフォーエバーケロットのアクセスが少ない。それは他のサイトそのことも言います。
その例えばニーチャークラブ、京都市内もありますけど、そのこと入って、今ここもありますよ、ね、ちょっと手伝うかなと。でもテーマ的にも難しい。難しい。テーマ、どのぐらいテーマ、それは、まあ、イワンだけではない、マーケティングの問題ですね。いろいろやって、なんかアピールするものになりますね。うん、朝日新聞に載っていたのは、シンガーソングライターの女の子が、ソングライターの女の子が、自分で CD を配ったりして、で、自分をアピールしていって、で今度は武道館で大きなところでライブできるというように、続けることにも、ね、意味があると思うんですけど、なんかインターネットの世界では何かのきっかけですごくウェイブするというか、YouTube の動画でも誰も知らなかったような動画でも、なんかあれが面白いよってなったらすごく、うん、私が面白いと思ったのは、そうですね、マット・ハーリングさんが踊ってる動画を知ってますけど。マット・ハーリング？うん。いろんな世界中のいろんなところ、韓国人ですか？あ、韓国人はカンナムサイ。そうなんですね。そうか。そういう場合。カンナムサイすごく流行ったんだけど、あれと一緒で、どんな時代も YouTube で流行ったのが、マット・ハーリングさんのインドのやつとか、いろんな彼女とかで踊ってるその動画っていうのが、すごく流行ったんだけど、なんかそういうちょっと、すごい、なんか、ロジックじゃなくて、すごいテンションが高いなというか、なんか面白いなってなったら、気づいた、みんな気づいたら、一気にブレイクして、すごく変えるいつも、木曜はいつもなんか誰かそのエリアとか自分のことをシェアしてくれるのを目標はずと思いますけど、例えばその場合にはダンスがあれば、なんかコンテストを作って、誰が一番面白いこのエリアのダンスを作ったら、なんか、いいと思いますけど、たくさんのいろいろなヒットのこと、その自分のエリアとか自分のアトラクションだけではないけど、今の Web 2.0 の関係で、みんなのなんかコラボレーションスタイルのこと、なんか誰かなんか手伝ってとか、みんなの顔がなんか出したいのことも思いますけど。さっきの僕のローカルのトラフィックの少なさと、ユニバーサルのね、トラフィックの大きさに関する一つの答えは、やっぱりグラバタイルを買うみたいなことがあって、例えばさっき言ったら、すごくこちらのカナダで、タービンダンスをするとかしたら、多分関連動画になってるんですね、ダンスの。そしたら、こっちのトラフィックが多いから、その関連動画になったら、ね、うん、もう見えるとか、なんか、最近そのぐらいのマーケティング作戦もありますけど、例えば今人気になったウェブビデオに分かりましたけど、早く同じぐらいのテーマのビデオを作って、例えば自分の会社がどうやってつなぐのビデオを作ってアップして、例えば前のジャンプのビデオですけど、他のビデオ見ましたけど、たくさんのヒットがありました。ヨーロッパの中のレゴのオープンの店を同じぐらいビデオを作りましたね。レゴのボリュームを作ってとか、飛んでって聞いたら、その同じぐらいのビデオの中テーマをつなげて、名前もいろいろ入れまして、その店はなんかたくさんのことが見えました。すごい高いね。